はい、こんばんは、新宿ですね。久しぶりに放送します。今、9時30分ですけどもね、打ち合わせいろいろ飲み会終わって、これ象徴的なオブジェですね。まあ、東京の人はもうどこにいるか分かると思いますけど、本当高知の田舎もんが大東京に来ていろいろやってますけど、なかなかまとまんないっていうのもありますけどもね、順調といえば順調なんですよね。やろうとしていることが大きいだけに、まあなんせ、世界の難民問題を解決しようと、まあ人は笑いますけど、まあ他の人はできないでしょうからね、やりましょうということですね。はい、お久しぶりです。野の花さん、こんばんは、最初のコメントありがとうございます。さすが野の花さんですね。やっぱり最初のコメントは あなただったということで、この黒い、もうビジネスバッグというよりも学生が持つようなバッグをね、こう取っ手はね、すり減ってすり減って取っ手すり減ってね、ガムテープで留めてるんですよ。まあなんとか節約をして節約をしてやってますけどもね、今都庁の方向からもうどん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 人が帰ってる、まあ都庁ってのは本当に世界最大の公務員オフィスですからね、今どん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 人が帰ってるところですね。すごいオブジェがあったね。Facebook、そして、ブログもですね、だんだんと模様替えをして、結局私の目指すところは何なんだと、もう脱原発を通り越えて世界の難民問題、これを解決しなければならない、というかもう私のやってきたことは、実は大阪市長選挙でもうズバリと言い抜いているように、食料もエネルギーも自給自足するシステムが必要だ、そしてその大きなシステムを作るということは大きな居住区コロニーができるんだから、それをもう作る活動に焦点を当てましょうということですね。高知白バイ事件を解決する、陸山会事件を解決に導く、脱原発社会を実現する、それは今までの活動で日本のマスコミがきちんと真実を報道するならばできる。しかし日本のマスコミは真実を報道しない。だから私たちの目標とする脱原発社会の実現、そして、陸山会事件、高知白バイ事件を解決する、まあ冤罪事件を解決するということは、
法治国家日本がまともに機能するんだということなんですが、それはできないんだと、それはできないんだと、マスコミが私たちのですね、敵対する勢力と言ってはいけませんが、まあ、この私のこの今の指先の奥にある、まあ、フリーメイソンの象徴的な図案になってますけど、愛、目、これは集団的知性のその象徴的な図案ですけどもね、まあ要するに人々は欲望があって、その目的とするものがあれこれ別々なようだけれども、組織としてまあ統計的にといいますかね、多くの考えが重なり合うと、どうしてもフリーメイソンと言われるような組織があたかもこの世界を操っているように見えるということなんですね。実際にね、じゃあそういういわゆるそのユダヤ金融、フリーメイソン、闇の支配者、そういったものがあって、で全ての世界が暗黒の一点の指令に基づいて導かれているっていうことはありません。これはもういわゆる集団的知性というもので表現されているように、あたかも我々の世界には全知全能の神がいて、人々をもうあがらいようのない一点に導いている、まあ、こういうふうに感じさせられるわけですよね。まあ、これはもう要するに、キリスト教に代表されるような、イスラム教も一緒なんですけど、一神教、これまでマチカフェ TV いろいろ言ってきましたけど、一神教の概念というのはそういう集団的知性に集約されるわけですね。あたかも全知全能の神がいて、そこに我々は、抗いようがなく導かれていくということなんですが、そんなことはありません。現実にはね、我々はいろんな意味で、抵抗をし、そしてより良き道を探していけばいいんですね。でマチカフェ TV、 今野々花さんがリンクを貼り付けてくれているように、まあ夢、テロ、貧困、難民問題解決に向けて、私が表しているように、本当に我々は太陽光発電、風力発電、地熱発電、波力、海流、いろんなものを利用してエネルギー、電力というものを得ることができる。原発なんかいらない。もうすでに原子力発電というのは過去の技術なんだ。それは私が学生の時に、もう30年前に私が習った原子力工学というものはもう過去の学問なんだと私自身が分かっています。だから活動しているわけですね。私たちはごく当たり前のようにもう自然エネルギーでエネルギーを、再生可能エネルギーでエネルギーを得ることができる。そして水耕栽培や栽培漁業、養殖漁業ですね、そして、陸上においても畜産、過去米にしろ芋にしろ野菜にしろ、ありとあらゆる食物を私たちは自分たちの手を加えることによって、過去の技術とは比べ物にもならない、優れた技術を持って大量に食物を生産することができる。それは、まあ、遺伝子組み換え
技術っていうのがいいか悪いか別にして、そんなものは私にとってはどうでもいい。それは技術の一つだ。過去においてもいろんな、いわゆる自然の淘汰を利用して、食品の系統を作り変えて、優秀な品種を残してきた。人間においてもそうですよ。過去の歴史を調べると、まあナチスドイツの迫害につながったりするんですけれども、優秀な人種を残して、劣る人種を抹殺しようみたいな考え方もあったんですけど、まあ、それはもう完全な間違いだと分かっている。だから我々は人間、いや世界の人類、いや世界を一緒にシェアする生物全てをイメージの中に置いて、継続可能な人間が地球上における自然の淘汰と自然の連鎖を邪魔しないように、我々人類が一つのパーツとなって、持続可能なこの地球の営みをシェアしていかなければいけない。共に分かち合うということですね。もう考えは遥か遠くまで行き着いておりますし、飛んでおりますし、赤道上に浮かぶ大きなプラントを持って居住区を作る、そこに難民を私たちが差別することなく、無理をすることなく、喜んで、お互いのウィンウィンの関係で居住区を作る。難民の皆さんは住むところ、仕事を求めている、食料を求めている、エネルギーを求めている、それを全て提供するシステムがある。日本の技術はもうすでにそれを作ることができる。これをですね、私のブログでも発表しているわけですね。まだまだラフな部分がありますので、もっともっと、きちんと整理をして、整えて、世界の皆様に、この難民問題解決につながるマチカフェ TV のブログを紹介していきたい。この放送もポツリポツリと続けていきたいと思います。おかげさまで、東京でまだまだ頑張ってますけれども、皆さんの寄付、寒波がやはり、必要な活動になっております。まあ大きな、私の考えが大きなうねりとなって、営利企業を巻き込むことになれば、もう私の生活費、活動費、ホテル代、食費、交通費、いろんなものはもう微々たるものなんでしょうが、まだまだ私のこのアイデア、私のこの活動方針、私のやり方っていうのは、ごく一部の今このテレビを見ている、インターネット放送マチカフェ TV を見ている方々にしか伝わっていない。まあ、やがては大きく伝わると確信をしておりますけれども、今はまだまだ皆様の助けが必要です。東京でなんとか一泊ね、2000円から2500円なんですよね。頑張ってますので、ぜひ応援してください。今日も打ち合わせが終わってちょっと飲んでね、これから帰ります。またよろしくお願いします。もう私のね、方針は固まって、Facebook の写真もブログの感覚もね、違ってきてるんですよ。で、毎日毎日放送することにはとらわれません。もう私の考え方が世界を変えるんだ、より良い、私よりもより良い世界を変える考え方が出て、難民問題が解決されて、テロも
テロを生み出す貧困もなくなるんであれば、それはそれでいいじゃないですか。ただ今私が思っている海洋上の大きなフローターに作る食料エネルギー、そして居住区を作る、この私のブログに書いてあるアイデアが私は今シンプルで一番いいと、多くの若い外国人たちとも話をしましたが、大きな確信を得ております。もっともっといいアイデアがあって、私が隅っこに追いやられるなら、それはそれでいいじゃないですか。それはいい、それはいい。もっと大きないいアイデアを出してほしい。しかし残念ながらと言いますか、今の私がブログに発表している食料もエネルギーも自給自足をする、で自然エネルギーと農林水産業の融合事業、私が大阪市長選挙に出た2013年、いやそれ以前に私がずっとずっと追い求めてきた形が今の私の中で、真実であるということが確認されて、そして大きく育っています。ぜひこれを崩す新しいアイデアが出てきてほしいもんですね。多分ないと思います。もううぬぼれも何でもいいですから、多分ないですね、はい、なぜかというとシンプルなんです。赤道上にそれは台風が来ないから、サーフェイス水面が安定しているから、大きなビッグフローター蓋を浮かべて、そこに食料の工場、そして海の中は魚介類の養殖、太陽光、風力発電、大きな居住区を作る、これでいいじゃありませんかね。本当に大きな町で考えに考えに考えて、そして活動してきましたけれども、間違いはない。このまま進みます。皆さんの応援をお願いします。藤島、まだまだこの巨大な、怪しいですよね、このモニュメントあります。ぜひ、毎日の活動費、飯代、居酒屋に行ってビールも飲みます、焼酎も飲みますが、ぜひ皆様の乾杯をお願いいたします。よろしくお願いいたします。すごいよね、このオブジェ。じゃあ、おやすみなさい。幸い私の考え方、そして行動の仕方、間違っていませんでした。私がやってきたことを後から考えると、クラウドファンディングの寄付型、市民活動家、社会活動家、政治家、何でもいい、市民の生活を、社会を、そして世界を良くするために、大きな問題を解決するために活動する、それはクラウドファンディング寄付型でいいんだということが今になってようやく分かりました。私のやってきたことは、今世界の人たちが当たり前として、そして求めているクラウドファンディングの寄付だったんですね、はい、またよろしくお願いします。私もね、今手持ちのお金が少なくなってますんで、ぜひ皆さん1000円でも2000円でも投げてやってください。でまた大きな仕事を残します、間違いありません。この投資に対する寄付ですから、投資とも言えませんけど、私にお金を投げてやってください。
ものすごく大きな仕事ができると確信をしております。よろしくお願いします。おやすみなさい。あと1分で終わります。これすごいよね。これね、Thank you.